はい、こんにちは。テニスライズの竹内です。池田です。はい、今日はですね、前回こうフォアだけバックだけという形でボレーをやったので、実際正面を向いて、右にも左にも、ボールが来るよという状態でボレーをしていきたいと思います。はい、そこにまず必要なのがですね、聞いたことあるかとは思うんですが、スプリットステップね、を、ちょっと入れてですね、ボレーに、つなげていきたいなと思います。はい、スプリットステップなんですけども、できるだけこう素早くパパッと動けるような状態が欲しいと思います。はい、まずですね、足は肩幅よりもちょっと広めにセットしていただいて、できるだけですね、ちょっと内側に、ちょっと力を入れるような感じで、ただこの時に硬直してしまうと意味がないんですね。なのでちょっとこう軽くポンポンと、足首を使って、軽くちょっとジャンプをするようなイメージで、着地をした時に地面からの跳ね返る力をうまく使って、パッと動けるような状態を作ってください。スプリットステップするんですけど、膝が伸びたりとかですね、腰がこうまっすぐになってしまうと、どうしてもやっぱりステップしたんだけど動けないっていう状態になると、あまりやってる意味がないので、できるだけですね、このパッと今から動けるよっていう状態ですね、足は多少前後してもらっても動きやすければいいと思います、いかに動きやすくこうステップ着地ができるかっていうところが重要になると思います。で、ステップの着地はですね、相手がボールを打った音と同時に着地をするイメージで、いきましょう。相手がボールを打ったタイミングでジャンプしてしまいますと、打ってから、空中にいる形になりますから、そうするとちょっとスタートが遅れやすいので、相手の打ったボールのパンという音で、着地ができるように、練習をしていきます。はい、まずボレーをするときにステップ着地しました。右ボレーのときにはまず右足首を90度横に向ける形になると、右側に体の向きが作りやすいです。で、余裕があるボレーなんかの場合には左足を前に出してボレーをするかと思うんですけど、ボレーの場合にはですね、距離がないのでちょっと時間的余裕がないので、このままセット、右足をセットしてラケットセットした状態、このままで終わってしまったとしても、いいかなと思います、打ち終わったらそのまますぐにパッとまた構え直して、今度じゃあ左ボレー来ましたよって言った場合には、ステップから左足90度横に向けたところと一緒にラケットの面が、しっかりセットできる形がいいかなと思いますね。これを分割してしまいますと、セットしてラケットってやってしまうと遅れますので、ここはもう同時ですね。余裕があったら足を前に出してボールを迎えに行けるような形があるといいかなと思います。で、ボレーの時に気をつけたいのがこの足、セットの足ですね。やっぱ膝のつま先と膝の向いている方向に人間は体の向きが逆らわないです。なのでつま先が横を向けば体は横向きます。この足に乗る必要性があるんですけど、出しても乗らないと体は横向かないんですけど、一番最初にですね、やっぱり体の向きを、作るときに足のつま先の向きをですね、しっかり横に向けれると体が横を向きやすい状態になりますので、上半身だけ横向こうとしている人、つま先が前を向いていると横向けないですね。やっぱり膝に負担がかかる動きは人間は避けますので、しっかりこのまま足のつま先から体の向きをしっかり変えていけるように練習をしていきましょう。はい、では実際にボレーをしていきます。まずは山なりからボールをですね、まっすぐに打つんではなくて、少し山なりからゆっくりのペースでいいですので、相手がボールを打ったところでスプリットステップ、来る方向右か左か分かったらすぐに、足のつま先とラケットのセット、ここを意識してボレーをしていきましょう。はい、お願いします。
はい、まあボディに行ってしまう時もあるかとは思うんですけども、できるだけ相手の体から1メートルぐらい右と左にボールをコントロールできると相手の方も打ちやすくボレーボレーができるかなと思います。なのでその辺をちょっと意識して練習をしてみてください。